札幌生ビール一口。いや、あいこさん、だね、本当に全国にいろんな問題に。が指摘されてるんだ ね、 そうですね。そして全国に障害児が12万人もいるそうなんですね。そうなんですね。全国リレー中継でありますけども、それぞれの地でですね、本当にいろんな問題を抱えているということを改めてまた我々も認識いたします。皆さんもご一緒にどうぞ。まずは新潟から参りましょう。駒畑君。はい、こちらテレビ新潟のスタジオです。スタジオには近藤市長。はい、どうも新潟県頑張っております。浅岡めぐみさん。はい、そして神保美希さんは今日は新潟の方ですけども、はい、その新潟の場合はですね、ミニコロニーという50人規模の障害者施設を10カ所以上設けまして、はい、きめ細かい、そして社会の一員としての障害者のあり方を考えてはいることはいます。でもやはり障害者自身の高齢化というのは現実問題として避けられないですよね、うん、そうなんですね。まあ、そんな中県内4カ所中継で結びながら、この24時間テレビずっと萌えに燃えてまいりました。はい、バンダイ室には坂城アナウンサーがいます。坂城さん。バンダイバスのすぐ近くにありますバンダイスピー会場です。こちらの会場ではサーカスや渋谷哲平さんを迎えて、また地元のアマチュアバンドも加わってチャリティーコンサートが行われているところなんです。この会場は新潟の24時間テレビのフィナーレ会場でもあるんですね。フィナーレの時にはもう新潟中の人たちがこの会場を埋め尽くすことになります。新潟の皆さん来てくださいね。徳光さん、沢田さん、フィナーレに向かって新潟はさらに盛り上がってますよ。以上、新潟からお伝えいたしました。どうもありがとうございました。みっちゃん、コンペッション、ありがとうございました。ありがとうございます。この後、高校野球も大変ですね、そちらはね。はい、さあ、じゃあ今度は大分へ参りましょう。はい、大分です。大分もですね、少し雨が落ちてまいりました。みんな頑張ってくれてます。本当に皆さんですね、元気に頑張ってくれてます。今日私来ますのは大分のパルコ前の募金会場のところなんですけど、すでにですね6000人を超える人から今日いただきました。たくさんのお金、本当にありがとうございます。今日もですね、ボランティアのたくさんの方々が一生懸命やってくれてます。今日朝何時からやってるんですか？8時過ぎぐらいです。8時過ぎからたくさん来たでしょう今日。はい、とても、はい、今日しっかり頑張ってね、最後までね。みんなも頑張ってくださいね。ところでですね、大分では、11月の11日に国際車椅子マラソン大会が開かれます。これに多大なる、尽力を尽くされました。また太陽の家の理事長でもいらっしゃいました、中村豊先生が7月の23日にお亡くなりになりました。本当に、惜しい人を亡くされて、本当に心から改めてご冥福をお祈りしたいと思います。まだまだ大分会場続いてます。先ほどもですね、ちびっ子はたくさん来てくれてました。また頑張ります。僕も皆さんも一緒にボランティアの方、頑張ります。どうぞ、以上、大分でした。どうもありがとうございました。はい、続きまして、今度は山形参ります。はい。加賀ちゃん。山形です。山形、米沢の中央公園の会場、こちらにもたくさんの全員寄せられてます。ありがとうございます。さて、山形放送ではですね、一つ、障害者の自立ということをテーマにしました。皆さん、ちょっとこれ見てください。かぼちゃですとか、ピーマン、スイカ、ぶどう。これはね、米沢の隣町、川西町にあります、心にハンディを持つ人たちの物産施設、県立総合コロニー希望が丘の皆さんが、誰の手も借りずに作られたものなんです。どうですか、今年、ぶどうの出来どうでした？はい、良いです。仕事楽しいですか？はい、楽しいです。そうですか。そしてですね、こういった果物だけではなくてね、焼き物とか、それから木工品、それから、こういった手芸の用品などもあるんですね。この中でご自分でお作りになったものありますか？はい、ベッキサカです。これですか、はい、皆さんちょっと見てください。この素晴らしいと僕思うんですよ ね。本当に製品には犯人がないというのがね、一つ言えるんじゃないでしょうか。あ、なるほどね。そしてですね、こういったたくさんの製品があるんですが、一つ皆さんが困ってらっしゃることはですね、こういったものを作ってもなかなか売るルートがないんですよね、うん、ですからこういった機械でいろんなところに出かけてってこうやって売ってるわけですけれども、うん、売るルートができたら欲しい、これが一つですね、山形からの願いになります。なるほど。こちらの月人形もですね、本当に表情可愛いじゃないですか。優しい表情をしております。以上、ね、山形でした。本当になんか人形の瞳の中に純粋さを感じますね。そうですね、心を感じる一つ一つの作品でございます。さあ続いてそれでは高松です。高松ですか、今度は。はい、おさみちゃん。四国の玄関、さぬき香川県です。徳光さん、暑いんですよ。 32.5 度です。今はい、残暑厳しいです。そんな中ですね、大勢の皆さんにお越しいただいております。ここは、募金本部になります日本放送の本社のロビーです。ご覧のようにですね、大勢の皆様から温かい善意を寄せていただいております。本当にありがとうございます。この後もどうぞご協力ください。募金に来てくれたの？たくさん持って。はい、それではそっち中入ってください。はい、いらっしゃい。こちらの皆さんをちょっと全国の皆さんにご紹介したいと思うんですが、生まれつきですね、染色体の突然の異常によりましてですね、知能が少し遅れているというか、ダウン症の
子供たちとその家族の皆さん、小畑会の皆さんです。大ちゃんこんにちは。こんにちは。暑いだろ。はい。キャンプに行ってたんだって。はい。でそっちから来てくれたのね。キャンプどうだ、楽しいか。楽しかった。何が楽しかった？なんだキャンプファイヤーか。うん、お母さんどうですか、大ちゃんキャンプ。でも8歳で楽しい2日間でした。そうですか。お母さんどうです。はい、四国学院大学のボランティアの皆さんと楽しい2日間を過ごしました。そうですか。このダウン症の子どもたちというのは、つい先日と言いますか、ここ何年か前まではですね、一般の子どもたちとは別にですね、生活とか活動なんかをお母さん知ったそうですね。そうですね。私の子どもは48年ですか、49年ですか、市の総合教育 の、 一環として保育所に200名余りの中に入れていただいて、随分だから随分と活動というか性格まで変わって。そうですね。今まで言葉がなかったんですけども、言葉も知らないうちに話すようになりまして、明るくなりました。親父さんにとっても楽しくなったんです。そうですか。お母さんね、ダウン症の子供さんを持ってですね、いろいろとお考えになることとかお感じになることあると思うんですが、今一番おっしゃりたいことってどんなことですか？そうですね、障害者年以来皆さんに理解していただいてとっても感謝してるんですけども、知恵遅れの人たちにももっと理解を深めていただきたいと思います。一般の子供とは変わりはないんだ。そうです。もう皆さんと同じように共に生きていきたいと思いますので、皆さんと一緒に共に生きることがその子供たちにとってもプラスになること。そうです。それを願っております。そうですか。徳光さん、何でもないことみたいですけどね、一般の子供たちと一緒に共に生きるということ大切なことじゃないでしょうか。高松でした。ございました。次は富山です。どうもありがとうね。はい、はいはい、こちら富山です。富山でも街頭募金が続いています。県内で15カ所こういった光景が見られます。今日はそのうちの1カ所であります富山西部デパートの前にやってまいりました。どうでしょうか。もうここにはですね、ずらりと皆さんからの善意が寄せられております。いろんな形の善意が本当に寄せられました。ありがとうございます。さてちょっと見ていただきたいものがあるんですよね。こちらの油絵、これを見ていただきましょう。3点あります。向こう側が一番最初に描かれたものなんですね。そして真ん中のギターが今年描いたもの。そして画面の今度は今入ってきました。この油絵が去年描かれたもの。だんだんこうね、様子がそれぞれタッチが違ってくるというのがよくわかるかもしれません。これを描いたのが一体誰かと言いますと、現在堀川中学校3年生、普通の中学校の普通の学校に学級に通っている、飛びと、信之くんです。こんにちは。うん、ね、飛びとくんは一番好きな絵はどれなの？これ、この去年描いた絵が一番気に入ってるんだそうです。さてお母さん、普通の学校に通わせて、しかも普通の学級に入れることについては勇気があったんじゃないですか？そうですね。いろんな、お話もありましたりしましたから、まあ、この子についてはどういう形がいいかっていうことをいろいろ悩みましたけれども、やっぱりこの世の中で生きていく限り、普通のお子さんと一緒の生活を経験させた方がより豊かな生活経験が持てるんじゃないかということもありまして、思い切って普通の学校へ入れました。つまり良いことの方が悪いことを補って余りあったと。そうです。お友達もやっぱりそのようにいろいろこの子に気を使ってくださいますし、またそのお友達の言葉によってこの子も励まされて、それじゃ頑張ってやってみようっていう気持ちも起こされたりいたしましたので、とっても良かったと思っております。なるほどね。どう、将来は絵の道に進みたいの？はい、ね、頑張れるか？はい、はい、ということで飛びと信之くん頑張ってくださいね。以上テーマでした。信之くんはどんな絵描きたい？どんな絵描きたい？どうでしょう、どうかな、これから。今生物画が多いんですよね。そうですね、はい、また動くものも描いてみたいそうです。お願いします。さあ、じゃあ今度は宮崎ですね。はい、はい、石原さん。はい、宮崎にもたくさんの方の温かいお志が本当にもうたくさん届いてます。ありがたいと思います。さて宮崎茶屋なんですけれども、週3回の人工透析治療に通いながら通行に通学している頑張り屋の少年をお伝えいたします。木野木典弘君11歳。今日は人工透析の治療の日です。
典弘君は3歳の時、難病慢性腎不全と診断され、入院、通院を繰り返す生活が始まります。そして昭和56年、7歳になった時、生命を維持するため、ついに人工透析治療を開始します。慢性腎不全の場合、一旦人工透析を始めると、その治療は一生続けなければなりません。この春、主治医の許可が下りて、養護学校から普通校へ編入した今も治療は続いています。火、木、土の週3回、1回5時間。大人でも苦痛に感じる透析治療に耐えながら学業に励む典弘君。そこには、若干11歳のあどけない少年とは思えぬたくましささえ感じられます。通行に行ってやっぱりだいぶ張り切ってます、おかげさまで。もう目がキラキラと輝いてきましたですね。普通校へ通うようになって生き生きとしてきた典弘君。最初は不安でしたが、思い切って普通校にやってよかったと話すご両親。そして今、典弘君はとても楽しみに待っていることがあります。それは、お父さんの腎臓をもらって、腎臓移植の手術をすることです。今、その準備が進められています。成功率が 70% とか 80% とか、あとはもう、運とか言われてますけど、もう、運に任せるしかないですね。この子は頑張ってるからですね。やっぱり親としてやっぱりこの子は頑張ってるから自分たちも頑張らなければという、あれもありますね。